若葉台駅は神奈川県川崎市浅尾黒川にある京王相模原線の駅である京王相模原管区所属駅番号は539東京都と神奈川県の都県境に位置する当駅は多摩ニュータウン開発計画の中で稲城市駅の地区センターに設置された駅であるが1974年に京王相模原線が 京王多摩センター駅まで開通し、途中駅となった当時、オイルショックの影響による、多摩ニュータウン開発の全体的な遅れから、駅周辺は、車両基地のほか、主だった特徴づける、人工物が皆無の場所であった。その地が、自然環境の豊かな旧来からの丘陵地で、若葉が多く派生する大地であったことから、地名とは、無関係に、若葉台と名付けられる。 丘陵地の斜面を土工で整地し、高低差のある地形に設けた島式ホーム2面4線を有する駅で、稲城駅側は、高架京王長山駅側は、地平構造となる。高架部分は、傾斜地にあるため特殊な3層構造となっており、2層目が、店舗施設に利用されている。高架の2層目の高さに等しい駅の出入り口は、地平部分に位置するが、北口は、 バスターミナルなどを設けた、駅前広場に対して低い位置にあり、階段やエスカレーター、エレベーターの利用にて移動を行う必要がある。駅には隣接して、京王電鉄若葉大建築、車両工場がある。相模原線で対比線を有する駅では、唯一の特急、急行通過駅である。2004年12月11日に、 小田急電鉄多摩線春日野駅が開業するまでは、川崎市最生端の駅であった。1999年に、環境整備と一体となった、新しい街づくりをイメージさせる近代的な駅として、第3回、関東の駅100線に選定された。2001年2月、ホームの屋根に、太陽光発電システムを導入し、交流2 0 0トに変換した電力を、 駅の電気施設に供給している。このシステムは、新エネルギー、産業技術総合開発機構との共同研究により設置されたもので、最大発電容量は 60kW である。エレベーターは、駅構内各ホーム1カ所ずつ、改札外南口バスタクシー乗り場行き1カ所の計3カ所設置されている。エスカレーターは、駅構内には設置されていないが、 改札外南口に上下一基ずつ設置されている。2019年度の1日平均乗降辞任は26,954人である。乗降客は年々増加しており、2008年には稲城駅を超えた。近年の1日平均乗降、乗車辞任推移は下記の通り。駅舎及びその主な付帯設備の設置場所は、 神奈川県川崎市朝奥黒川に属し、駅名としての若葉台は、北側の東京都稲城市側に命名された地名である。また、若葉台建設車両工場の所在地は、稲城市若葉台になる。多摩ニュータウン開発の中で、稲城市域における、地区センターの設置場所に建設された駅で、当地に、京王相模原線内の車庫用地が確保できたことも、 駅が存在する理由である。駅北側一帯は、多摩ニュータウンの駅前開発としては、最終開発地区として1999年3月に、町開きする際に、稲城市が、坂浜の一部である、駅一帯の地域を駅名と同名とする、現地名に変更した。以降は駅前への飲食店や病院、集合商業施設の参入や、 民間事業者による開発を基軸とした住宅建設が進んだ。東京都は多摩ニュータウンを各都市としており、その多摩ニュータウンの中心地区の一つである駅北側は他の多摩センター駅前や南大沢駅前とともに東京都の都心と拠点地区に位置づけられている。一方、駅の南側一帯については行政区域が神奈川県川崎市にあたり、 飲食店舗のカフェや、美容院などが出店しているほか、ペデストリアンデッキから、神奈川県道、東京都道137号上朝沢連、三寺線をまたぐ、歩道橋が設けられている。東駅から西へ、徒歩約8分ほどの距離に待ち開きした、春日野駅に至る道沿いにもいくつかの、レストランチェーンなどが出店した。京王バス、小田急バス、 神奈川中央交通の一般路線バスが運行されている。稲城市、コミュニティバス、アイバスも停車する。羽田空港、成田空港への空港連絡バスも経由する。乗り場は、駅北側のバスロータリー内。京王バスの路線を中心に、小田急バス、神奈川中央交通の路線も停車する。東京都内に所在するため、東京都シルバーパスが利用できる。 また、京王バス南大沢営業所が運行する深夜、急行バス、ニュータウン急行新宿橋本線の停留所となっている。空港連絡バスもここから発着する。小田急バスを中心に、神奈川中央交通の路線も停車し、停留所はバスロータリー以外の複数の道に点在する。川崎市に所在するため、東京都シルバーパスは利用できない。川崎市民であれば、 川崎市高齢者特別乗車証明書、高齢者、障害者対象の、川崎市無料福祉パスを利用できる。柿24位は、2015年5月16日のダイヤ改正より、柿尾駅北口方面のみ、若葉台駅バス停を経由するようになり、この変更で、効果強化にあった柿尾駅北口方面の、校車専用バス停は撤去された。 駅改札横の下黒川、若葉台駅、鶴川、柿尾方面の各黒川の順に停車する。稲城駅方面行きは、若葉台駅バス停は経由しない。鶴22は、黒川、下、黒川、若葉台駅、お部屋の順で停車する。柿24と異なり下黒川には2回停車しない。ありがとうございます。